この商品のオークションデータベースを作成できませんでした。なんじゃこりゃというメッセージですよ。昨日ヤフオク使ってて出たんですよね。これ見て IT にある程度詳しい人、問題はサーバー側にある、だからこっちは何もできない、修正されるまで待つしかない、そう思うんですよね。でも多くの人はこれ見て、あ、自分がなんか悪いことをやっちゃったのかな、何か操作間違えたのかな、そう思うんですよね。まあたまにこういうメッセージ出るんですよね。それメッセージ、ユーザーに役立たないメッセージ出すのはやめてほしいですよ。この商品のオークションデータベースを作成できませんでした、なんなのなんですよ。これで何をすればいいのか。これよりお客さんに悪くないエラーコードだったら、ただいま不具合が起こってます、しばらくお待ちください、すいませんとか、そういうメッセージでいいんですよね。そうすればユーザーは悪くない、それがわかるんですよ。まあ、ここら辺切り分けてほしいですね。しっかりと知らない人勘違いしてしまいますからね。操作した側が間違ってるのか、それではない、ユーザーはそこが分かればいいんですよね。まあ、最近ここら辺分かりづらくなってるんですよね。でもしっかりと伝えるべきだと私は考えますね。